はい、こんばんは、島津でございます。サイレントヒル2続きからやっていきたいと思います。前回はサイレントヒルの街でリメイクになってね、進化した表現とか、あと戦闘のシビアさをね、えー、体験することができました。本日はその続きからやっていきたいと思います。ジュークボックスからね、そう、鍵が手に入ったんですよ。で、この鍵はね、ここの鍵ですよね。はい。 それじゃあ先行きましょうか。さあこ奥には何が待ってんのかななんだ <laughs> 怪しい箱がある。あ、ダクト通れっつってるわ。あれまあ、ダクト通る前にな,なんかないか <laughs> 薬い薬は特になかった。いやー、ちょっと。オッケオッケ薬が欲しい。 うん、ううああったラッキーラッキーラッキーやった栄養ドリンク OK22 にもうん、22に戻りましたねえー、これはバーの事務所っぽいねどうやら <laughs> これはえっ、ー、と奥の部屋の手紙あの男あんたが帰った後に 一度戻ってきたよ別に変なことしてきたわけじゃないからいいんだけどさなんだか悲しそうな雰囲気でね誰かと街を出るみたいなことをぼそぼそ言ってたもっともあの状態で運転させるつもりはなかったからそこで終わりにさせたよあの人の車はまだ店の裏にあると思う緑っぽい青色の車だから朝まだ止まってるか 見てておいてくれる末尾は06のナンバーだったはずどうやらねまた一時してからバーに戻ってきたみたいだけど精神状態がやばそうだったからっていうことでなだめてうん車の運転はさせなかったみたいで車の中に何かが入ってるかもねちょっと見に行こうかえーとはい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 これ裏か いるね下か下にいんねんはいや違う虫が来た虫が来たどっちだあいつもいるのかいや虫だねこれ虫に反応してるちなみにあの二足歩行のやつね調べたんだけどねラインラインズフィギュアっていうみたいね名前うっ、ん 正式名称を初めて知ったうーんおおー危ない、うん、こいつには反応してなかった危な <laughs> これだよね <laughs> 違うこれじゃないちょっと待って全然違った緑色だったからこれかなって思ったけどもうちょっと先にあるっぽいね <laughs> これか青色だよね あ、これだ。青色っぽくて緑色。待って待って待って。缶がコロコロ転がってんだけど。なんかいるあー、増物が落ちてる。うーん。あ、なんか入ってる。鍵鍵だ。いや、増物じゃなかった。服だ、これ。

ウッドサイドアパートの鍵いやこれマジ怖いね物を取った瞬間からリアルタイムがスタートするから周りが見えてないかんねえー、っとウッドサイドアパートどこだちょ待ってあ待ってこれまずあの待って待って待って 待待て待てもう怖いって怖いってめっちゃ混乱するってウッドサイドないじゃんどこだウッドサイド地図に載ってないよ見てる間もリアルタイムに進むっていうのがマジ怖いあったウッドサイドアパートあったえっとねマークがえー、っとめ、ま、マークがねついてないけどねあのありましたありましたはあきついえっと左こっちかな方角としては 行こうか多分もうこれつっ、うん、突ったうん突きた方がいい一人一人相手にしてる場合じゃないねほら、えー、ところどころにえっとライング、うんライングフィギュアがいるだからもうこれ突っ切るのが基地だうぅ雰囲気やべー雰囲気ガチやべえこっちで合ってるまずこっちで合ってるがちょっとすげえ不安 もう通り過ぎてるなんか雰囲気あるよね。いやいやここじゃねえけアパートここだった気がする。もうやめて、やめてやめて,やめて。ここ、ここ、ここ、ここ。早く、早く入れて早く入れて早く入れてうぅぅぅ住み心地の良い場所ウッドサイドアパートにたどり着くああ、後ろがすごく気になった。ああ、怖怖怖怖どうにか来れましたね。 そうか。多分ね、これ暗くて地図が見れないんじゃない地図が開けない。そんな表現あるいや、そういったわけではないね。イベントで地図が見れないだけだ。うん。えっ、ー、と、アパートの地図ゲット。はい。ふぅ。なんか武器ない 薬剤だけじゃねえ、不安ですもうここまで来ると確実に手に入るのはハンドガンだよねもうちょいすればハンドガンが手に入るはずそれ以外にもなんか欲しいアイテムがなんだ ?3 発今5発ハンドガンの弾これ何 きた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 超めんどくさいやつこれしんどいんですよ確か罪人じゃないけ罪人に関してあのいろいろしていかないといけんかった気がするいや違うけ罪人とかそう言ったのじゃない なんかね、どっかね罪人についてのねパズルがあったはずなんだけどここじゃないかもね <laughs> とりあえず周りを見てこようか行けそうなとこがあるはずあー懐かしいなここそうあのー、アパートのロビーなんだけど確かこういった作りだったこれは マダム、アパート2175室から銃声が聞こえるという極上につきましてすぐに当該の入居者を訪問しました入居者は全面的に協力し自宅への立ち入りを許可してくれました彼の言葉通り彼のアパート内で銃並びにそれを使用した痕跡を確認されなかったことを ご報告いたします万が一、そのような騒音が続く場合は清掃員にお知らせくださいませ。警具ウッドサイド、アパート管理人えっと、217だよね。だから2回か。えー、うん。 銃声が下っぽいから、あとで,で見に行きましょうね。こっちはいけない。んーんーうーん、うーんと、ここはエレベーターかなまたなんかぐちぐち言ってる。どこだここ違う、開かない。なんかどこでぐちぐち言ってるよ。ここ 違うたまった何発 ?2 発えー、計7発で階段使って2回行こうかおおなんかおるのかなんか聞こえたねどうかしら うーん、結構鍵がかかってますね。待ってね。えー、っと、ーっとなんだよ。なんよ。うっせうっせえ。えー、っと、今行けるのはこっち方面だけか。202と201。どうかな敵さん、敵さんいないかな。あー、開いてる開いてる。ほう。あ、やったやったやった。やった。 みんな、朗報です。明るくなります。懐中電灯きた。ありがで<っ>ないよ、お前あー、嘘嘘嘘嘘。わわわわ、マジビビった。マジビビった。マネキ,マネキンだったっけ、名前。あぶね。おっふざけ うん、そかわすの？お、やばっ。飛びかかっても苦しい。かわしても苦しい。危ない。うん、危ね。お、う、お、ん、やばっ。かわされたよ今みんな。オッケオッケオッケ。うん、おとどめ。ガチ怖い。 いやーマネキンも進化してますねいや、びっくらこいだわ。これ、マネキンが来るよっていうことを暗示してたんだ。うん。で、まあまあ、取りこぼしがあると思うから、ちょっと待ってね。鍵だ。うーんと、中庭の鍵ゲット。 服はメアリーの服ですかねうん <laughs> えーっと次は201多分今は入れない気がするどうだだよねだから今行かないといけないとこは中庭だこっちだよね ここあいたはーい中庭に出れましたけど待ってねああよかった敵はいなかったでここがプールだよねそうなんですよこのアパートって高級アパートでなんとプールもね完備されてるんですよね えー、中庭で、おお、なんかあんねそっか、はい、よいしょ、はい、はい、はい、これは、えー、警告、ダストシュート、故障中、修理されるまで、こちらは使用しないでください。 あー詰まってますねダストシュートうんいけないねもしかしたら開くかも鍵のかかったドアを50回開けようと試みるいやー試してみるよねあのサイレントヒルは細かいとこにね <laughs> 点々とアイテムがあるからねそう細かく調べる癖がついてるんですよーどこどこどこや ん近いねうん？ここえここじゃない。どこだどこだどこだ待って、虫がいるいや虫はいない。音でしかね、知らせてくれないからね、方角が分かんないんだよね。ええー、アイテムない。ない。これは 新聞だ、えー、とロケイン兄弟殺人事件加害者が高置中に自殺先日発生した殺人事件の犯人ウォルター・サリバンが22日朝自らの命を絶って地震の独房で発見された警察の声明ではサリバンはスープスプーンを自らの 動脈に突き,、えー、突き立て、大量出血によって死亡したとされている。サリバンは今月18日、ビリーとミリアム・ロケイン兄弟の殺害という罪で逮捕された。彼の故郷であるプレザント・リバーの元同級生に話を聞くと、サリバンは 子どもたちを殺すような人間ではないと述べつつも、サリバンが逮捕直前まで深刻な妄想状態に陥っていたと証言している。彼はいつも変わったことを口走っていて、彼が私を殺そうとしている、私を罰しようとしている、あの怪物、赤い悪魔、許してくれ。 やったのは自分だけど自分じゃなかったんだとか言っていた今思えば彼はちょっとおかしかったのかもしれないと同級生は断じているここに出てくるボルター・サリバンなんですけど他のシリーズにも登場しますい無視,だ無視おおっ、うん 危なふぅえっ、ー、とここはうんはいここら辺からマネキンも普通にまたバンバン出てくるはずだからキー引き締めていかないとうんあいつらが回避行動を取るっていうことも,、うん、ことも分かったからなるべくそうだそうですねあの個別に処理したいね ふざけてるふざけてるふうこいつかどまちしてたなあぶだダメ取りかかってくる角待ちするなふざけんなふざけんなってばカやる <laughs> はあ、はあ、ビビッビビった飲む気はないビビったって今のはあれオリジナルどうだったっけあの動いてない時ラジオに反応しないんだっけ、まあ、今そういうことですよねピタッて止まってたからラジオが反応してなかったんだよねで俺が近づいたから動き始めてね <laughs> 殴られましたけどマジビビったああおお鉄格子きたね <laughs> ってなってくるとあ開いた開いたはいショートカットエリアできましたねそこ行くとイベント発生するよねさあ鍵があるんですけどこれをね取ろうとするとね ガキンチョがが出てきて、鍵を蹴るんですよ。で、このね、子供がですね、いろいろと問題を起こすんですよね。はい。それはまだね、もうちょっと先のお話なんで、<laughs> えーっと、まあ、このアパートを攻略することに集中しましょうか。えっと、鍵をもう蹴られちゃったから、取れないんですよね。 だからあ下からんちょっと待って通れますねうんちょっと待っていくわ鍵を蹴られた方向に行ける今のを見てる限りだとお子供かさっきん子がね今どっかに走り去っていったんかな それでここ開いてる開いてる開いてるここ開いてなかったんだよね確かどこだ多分こっちだ105人いる104は開かないでまぁ、あ、ここスルーしようか大丈夫大丈夫なはず オッケー通路に集中しよう通路にも1体ぐらいいそう待ってアいてんだけどそこ大丈夫セーフ大丈夫鍵あった待って鍵取る前にもう取っていいんだっけ取るとイベントを切るんだっけいや怖えな取るまあ取るよし えーと、2階廊下の鍵あそこね OK いない大丈夫 OK、えー、マネキンいませんねよかった、えー、楽譜がある寂しい花ロベルト・シューマンさっきんこがね書いた、うん、上手だな うん、殺菌効果描いた絵ですね、うん。俺よりかはるかに上手です。ま、マネキンが角待ちしてんじゃねえか。しっかり俺は見ていくぞ。いや。マネキン、そん中にいいんじゃないあなんか怪しい、怪しい、えー、っと、ロッカーが。ここは異常なし。部屋としては 108開いたドレスが出てきたこれはリンゴ黄金リンゴ型の取っ手 <laughs> 行こうかどこだ うーん、いた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 。これは、フィギュアだね。フィギュアがおりました。フィギュアはね、背中からつけば、オッケーオッケーオッケー。逃がさん、逃がさん。オッケーオッケー。フィギュアは背中からつけば、ダウンに持っていけることはね、もうすでに学習したんで、今のはもう全然、勝ちにいけましたね。わあ虫がいる。 これを102号室のミレイさんに届けてください。あの人、一人でずっと彼の持ち物と一緒に閉じこもりっきりなんです。荷物を誰かが動かしたり、触れたりすることすら許そうとしないんですよ。そんなことを考えるだけで心が痛まないはずありませんもの。置くか、置くん方だね。 ま、でもここはもうこんだけだよねはい102あいけるいけるシャッターが開いてるあの子が開けたんだはいじゃあ次は102行こうかあいるねおーおーおおフィギュアがいたやるか来い来いよおい おらどこ行かんねんどこいってどこいってどこいってはい、はい、オッケー終わりこっちはえー、マネキンはいないねマネキンなしでえっとミレイさんのとこなんだけどなんかギミックありますかね風呂場のこれ割れんの 割れんだ。割れんだ。マジでガラスもん何年かでも割れんね。すごいわ。ミレイさんのとこはね、特に変わったもんはないね。さっきの書き,書,きたえ書き方からなんかあるかと思ったけど、写真があった。えっと、バレンタインデー。はい。裏返すと。 うん、これ写真集めることによって何かの暗証番号につながるみたいねもしかしたら例のスーパーの暗証番号につながる可能性もあるだからまあバンバンそうだね写真は率先して撮っていった方がいいですねいやーいた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 フィギュアフィギュアうんおい,おい,おい大丈夫 相撃ち今作はさ強攻撃っていう概念がなくなってんねオリジナルだと弱攻撃強攻撃ってできたはずなんですよそれとも俺が知らないだけであって 実はねあの、強攻撃できるのかもしれないけどもしあの視聴者の方で視聴者の方で知ってる方がいたらね教えてくださいそれでは再び、えー、2階に行きましょうかねここだよねはいあ違うはいここん鍵ゲットえっ いやー、生きてるわ。血が流れてない、こいつ。うっ、ん、ふざけんな。うん、血流せ、血流せ。血流せ、この野郎。うっ、ん、うっ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 。確定、確定。死亡確定。危なかった。あのまま放置してたら、裏取られてましたね。えーと、このまま行けば、207 2はつけますね。 銃声があったところ待っていけるえー、っとあれ行き止まりおおみんないたいたいた見てみて三角様いたあそこに行こうかみんな大好き三角様ですよあこ今度画角だけどね TGS 思い出すわ TGS でもね、実はね、この演出あったんですよ、イベントで。やあ、三角様。刺されたりはしないよね。あ、この三角様、剣持ってないわ。まだ剣持ってないんだ。うん。特に襲っては来ないんだよね。最初、初対面したときは。こっち眺めてるんですよ。なんだあいつって思いながらね、そう、子供の頃。<laughs> 子供の頃初見で見たときはね、なんだあいつでビビり散らしてた。それが懐かしいね。おキンはいない ?OKOK。回復薬。回復薬くれ。ないのかいえー、大丈夫。いない。なんかどっかに続く隙間があった。 引きずった跡がありますねそういうことかここの隙間を通って217まで行けるうんただね待ってねもう三角様いない山田い,、ま、いたわ <laughs> ずっと立ってるあっここに入るためには鍵が必要なのかでここの鍵を取ってくるために、うん こっちか隙間通ってうんこれは、えー、現在改装作業を実施してます住人の方は本島3階には立ち入らないでください警具ウッドサイドアパート管理人入れないんだっけいや入れるはず何かすれば はい、開いたーやったー来たみんなそうカートがあるんだけどこれを見るとねハンドガンが置いてあるんですよあれそあ違うか一瞬サムライエッジに見えた BT ってなんだね BT って何ですかね すげえ薬莢が散らばってるうわー13発しかないあんだけあのかき集めたはずなのに弾あった3発 <laughs> 3発ハンドガンの弾は手に入ったけどここにも多分鍵があるはずなんですよねあいった弾あったさすが射撃場弾ありますよね テレビがいいてるる誰かいるすいません、どなた様ですかねあ、鍵あった。鍵置いてあった。あ死んでるわ。 な,くなってるでえっ、ー、とこれが 212OK 三角さ消えてるはいじゃあいきます開いたはい窓図体で、えー、ここに入ると どうだマネキンは動いてないから反応がないねもう早速撃ってみるあかわしたうわー狙われてんのが分かってんだあいついきついなー <laughs> きついなー戦闘が狙われてんのバレてたえどこいった うん、あれあれいたさっきのこいつだよね打とうか OK いやまだいってない。 弾が少ない分強力ではあんねハンドガン PV で見たんだけどね足にうまく当てるとそう、ダウン状態に持っていけるんですよで今狙ってみたけどねあの無事にダウンしてくれましたねえっ、ー、とキャリアも最初の一歩からこれはえっ、ー、とこれ何ですかね 7?77 うんはい、えー、3枚目ゲット おそらくあと1枚で終わりなんじゃないですかね出ましょうか、うん、どうだいやいない大丈夫壁があって入れませんねおおおおおおおボケおおおおい 使いねえな、どんどん減っていく。今のは銃使わなくてもよかったね。ついつい使っちゃったけど。 最後は動くな千鳥り足になんな<え>、はあ、よいしょ倒れ方もよかったね頭に当たったからうんその衝撃で後ろにドーンってぶっ倒れたけどすごく自然的だったこれなんだあやった ショートカットエリア。うん。ですね。どこいるあ復活してるしまったさっきとどめ差し切れてなかったかも。ほら見て。血まみれだもんね。血まみれってことはさっき攻撃したやつだもんね。攻撃して倒したと思ってたやつだけど。 踏み足りませんでしたねうんこういった感じでとどめを差し切れてなかったらねまた一定時間すると起き上がってきたりしてるんで皆さんも気をつけてくださいで208ここ来たっけいや来てないなまだたまったあ例の ロッカーがあった。ここにリンゴを与えると飽きそうね。え君が私が君は私が残酷だと思っているんだろう。だがそれは違う。この牢獄は君自身が作り出したもの。私は君がそれを作り上げるのを世界を自分の視界から切り離すのを自分自身を暗闇に埋めるのを 眺めて来ただけだ。その選択は君自身のもの。君が何度も何度も何度もそれを作るのをただ見てきた。今回もきっとそれは変わらない。そして今回も私はいる。ただ眺めながら。リンゴを置いてみようか。開いた。ほう。ほう。 これあれだよね。あ、覗き穴。え。覗き穴だ。押せますよね、これ。はい。いいかな。なに？ジェームズって呼ばれた。お。何事。 閉じ込められたえっ、ー、と右手では屋根が闇を貫き左手では主なき足跡が家路につく教えてほしい彼のものは家を見つけたのかかのものかなかのものかのものは家を見つけたのか時間の流れは川のように彼を 闇夜のの地獄へ誘うのかやばい何言ってるか分かんないえっ、ー、とまあ右手は屋根ねうんで左手は足跡って覚えておこうかなんだここは206にいる今開かないねあー 鍵がないと開かないいとかんだえどうすればああった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 だからさっきのこの文章に沿って部屋を見ていくと数字らしいもんがあるからうんそれを探れっつってんね左手のとこが今の 7ですよねだからえっ、ー、と屋根が闇を貫きだからえっ、ー、と上にどっか書いてあるんじゃないあったあったあった屋根あった、えー、13でこっちが7右手はっていうのは右回りにってことだよね最初で次えと、ー 左手は左回りだから右に13次にえー、っと左に7ですかねとりあえず2桁でやってみようかえー、っとまずは右回りにえー、っと13で左回りに7開かないねつまりまだ桁数が足りないってことだから 教えてほしい。かのものは家を見つけたのか、えー、時間の流れは川のように彼を闇夜,の闇夜の地獄へ誘うのかこの2つを見つけないといけないね。あった11。えっ、ー、と、これは川を表現している川、えっ、ー、と時間のそうだよ、ね、時間の流れは川のようにだから。あった。 4桁目の、4桁目は11ですね。で、あとは3桁目。えっとね、3桁目がね、見つかんない。だから、この金庫もしかしたら3桁かもしれない。すべてのコードが。だから、えー、っと、右に13、屋根ね、屋根13。で、次は足跡。だから左に7。で、次に、えー、っと、 川の流れ11右に11これでちょっと回してみようかえー、とだから右に13左に7で右に11きたきましたねメダルきた。 意味があったのは1行目、2行目、4行目。OK。これで開くでしょう。開いた。えー、っと、205に行けますね。無視 虫だえ椅子がある待ってねえっ、ー、とショートカット開けて205行こうか虫開け殴りて今あやばい あら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 ,あらあオッケーまだいるまだいるまだいるあいいやダメージ受けたまだいるまだ虫いるどこだ奥にいたおお落ちてくんじゃないかオッケー これ、例の改装されたとこの鍵だ。行こうか。はい。開いた。えっ、ー、と、これで上の階いや、下の階、とりあえず行ってみようか。下の階行ける頭あった。 空いてる下の会話いけんねはいこっちねそこ開けとこうか OK これでいけるあんね声が聞こえてくるがよあいつがいるかもここにほらほらゲーゲいーってるあーあいついるわ えー、こっちこっちじゃないこっちめっちゃ開いてるめっちゃ開いてるうわ死体おお死体以外にもいろんな増物があるよ。 大丈夫か俺は何もしてないあれは最初からあったんだあれあああの男のことがキッチンの何もやってない俺は人殺しなんてしない大丈夫やったとは思ってない私はジェームスジェームス・サンダーランドえっとエディエディだな君はここに住んでるのかいや この町の人間じゃないんだだから用があってここにえっとまあそんなとこだで奴らがやってきて訳も分からず逃げてたらここに来た安全だと思ったのに冷蔵庫の中に奴が落ち着こう深呼吸だ。<laughs> なあここも安全じゃないみたいな奴らも <laughs> 町全体も何かがおかしい早く出た方がいいと思うああその通りだなあんたも行くか一緒にこの町から出ようぜ一緒には行けない今はまだ人を探しててそうじゃあエディ 気をつけて、うん、あんたもあープールに出れますね、ここから。で、待って、あのね、エディ吐きすぎちょっとね、俺もね、今ね、うっぷってなってます。うん。 もらいゲロはちょっとしそうな状況になってるあれだよねゲームがリアルになりすぎたから多分俺今こういった状態になってるんだと思うだから能がさより現実に近いものを見たからちょっと錯覚してるんでしょうねもうお前白くもんねえだろうってねあのー、言うぐらい出してましたねうん エディ、な大丈夫かああ多分やめてくれ、やめてくれ俺。俺も来ちゃうからやめてくれ、エディ。はい、ということで、本日はここまでにしておきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。えっ、ー、と、今回はね、ウッドサイドアパートまで来まして、新たな生存者、ね、女の子、おてんばな女の子と、 えとすごく存在感の増した男エディと出会いましたあとちょろっと三角様も出てきましたけど、まあ、この3人ですかね3人がね今後大きくこのお話に絡んできますそして今回新しい敵としてマネキンが出てきたんですけどマネキンもね強くなってましたオリジナルだと 普通にこうバンってこう殴ってて殴くるぐらい、うんそんぐらいだったはずなんですけど今回のマネキンは回避行動もとるしね飛びかかっても来たりするから戦闘のパターンが増えててかなり厄介な、うん、クリーチャーになったって印象を受けましたあとアパートに来てより思ったんですけど今作はほんと暗闇の表現っていうのが すごく強く出てる作品になってるんでかなりライトがあったとしても視界が制限されますねそれがとんでもなくねこのゲームの怖さを引き立ててるはいなのでこの後もね結構ビクビクしながらプレイすると思うんですけどよかったらねこの続き見てやってくださいあとねここまで遊んだことによってねこのゲームの良さっていうのは十分伝わったと思うんでねもしよかったらね自分の手で勝って遊んでみるのもいいと思います はい、それでは、えー、次回またお会いしましょう島津のサイレントヒル2リメイク版になりました失礼させていただきますバイバイチャンネル登録コメント高評価していただけると励みになりますご視聴ありがとうございました